自民党内では、安倍派の議員を中心に、裏金に関わった議員を非公認とすることへの反発の声が強く、石破総理としては、総選挙までの時間がない中、判断を国民に委ねた形です。自民党は近く、選挙対策本部を開き、今月27日に予定される衆議院選挙の公認について協議しますが、複数の関係者によりますと、裏金事件に関わった議員については、 原則公認する方向で調整しているということです公認の条件としては地元組織から公認候補予定者としての申請があり本人にも再発防止策などの提出を求めることにしていますまた小選挙区の公認候補に比例代表との重複立候補を認めることも検討していますこうした中自民党は今日新たに総裁直属の政治改革本部を立ち上げます 午後には国会で就任後初めての所信表明演説に臨む石破総理ですが、政治の信頼回復への決意を表明する予定です。その上で、地方創生交付金の倍増や物価高の影響を受ける低所得世帯への支援策、物価上昇を上回る賃上げの実現などを訴えることにしています。今朝の閣議では、物価高の克服など、 三本柱の総合経済対策の策定を閣僚に指示した石破総理ですが、野党は徹底抗戦の構えを見せています今回の所信表明も、ルールを守るとか、地域を守るとか、何とかを守るといっぱい羅列していますけどまずは約束を守れというところから申し上げたいと思います衆議院選挙を今月27日に控える中、 衆議院選挙を見据え、与野党の論戦が活発化しています。